はい、皆さんこんにちは。イマージョン実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はですね、経営理念だとか企業理念だとか社是社訓、まあね、いろんな言葉があって非常にですね、わけがわからないっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思いましたので、よくわからない組織の上位概念、これを整理しようと、こんなお話をしたいと思います。じゃあですね、組織の上位概念、まあね、上の方の概念ですね、元になる話なんですけども、どんなのがあるかってね、ちょっと最初にご案内したいと思いますけど、日本企業でね多く使われている表現としてこんなのあります。一つは企業理念ですね。これはよくですけども、まあ、これはどっちかというと 2,30 年前からね、この企業理念の方じゃなくちゃいけないんじゃないかっていうね、特に大きな会社が言われ始めました。これ何かっていうとね、会社が大切にしている考え方とか価値観、存在意義のことを企業理念と言います。一方ですね、じゃあ経営理念とどう違うのかっていうことを厳密にね、なんか決まった定義があるわけじゃないんですけど、いろんな方がいろんな定義してますが、まあ、基本的には社会、会社のね、経営者自身の思いとか信条、これを表しての経営理念という定義されている方もいらっしゃいますね。特に創業者が定義されて、こういうふうに決められて、そしてまた経営者が変わるときにね、まあ、変えられるということは起こります。じゃあ社是とどう違うんだっていうことなんですよね。よくね、社是社訓ってありますね。これは会社がこのね、是々非々の是でですね、正しいとする、経営上の方針とか主張のことを社是と言います。まあ社是ってどちらかというとね、外向けにね、うちとはこういうことをやっていくんだよっていうことをね、まあ知らしまるというかね、こういう話ですね。社訓っていうのは三井家の家訓じゃないけどね、社員が会社で守るべきね、教訓、こういうことやったらね、会社潰れるよ、こういうことやったらね、お客様から嫌われるよ、こういうね、教訓のことを言います。まあこんなことはね、よく日本で使われる表現ですね。それに対して、海外の企業でどんな表現が使われるかっていうと、これは急にカタカナになりますけど、一つはミッションですね。企業は組織がね、果たしたい、あるいはまたはね、果たすべき使命、このことをミッションと言います。ビジョンっていうね、こういう表現もあります。これは何かっていうと、企業や組織がですね、目指す将来像、このことをビジョンと言います。じゃあバリューって何かっていうことなんですかね。これはですね、企業が、組織、企業や、ね、組織が、社会に対して提供したいとする、まあ、価値のことをバリューと言います。あるいはね、クレドって言われますね。よくリッツ・カールトンのね、クレド、有名ですけどね、企業自体のですね、まあ、従業員が心がけるべき信条とか行動指針ですね、こういう行動した方がいいという、これをクレドって言います。というように、まあ、日本語はね、日本語ですし、まあね、海外の方はこれミッションとかビジョンとかバリューとかクレドとかね、まあ、カタカナ、まあ、英語で表記されてますけど、ちょっとねこれ傾向を見ていると分かることはあると思いますけれども、私はね、これ私のあくまでも主観ですけど、こんなこと考えてます。日本企業ってね、どちらかっていうと、まあ、長く続くことを大切にする、お家を潰しちゃいけないっていう話じゃないですけどね、別に大きくするとかそういうことじゃなくて、長く続くことを大切にする。これまあ違う YouTube でですね、どうしてですね、そういう意識が高まってるのかって、日本人がね、中立的なね、そういうねメッシュ方向じゃないですけども、そういうね、今はそうじゃなくなりましたけどね、そういうのが長年にわたって続いたのかっていう、お話をしました。歴史的な背景をお話ししましたけどね、基本的には長く続くことを大切にする。まあこんなことだってね、島国っていう要因もありますけども、基本的にはあんまりリスクを起こさないと、こういうようなことがね、国の文化としてあるんじゃないかなと思います。一方ですね、海外はじゃあどうかっていうことなんですけど、海外ではね、大きくなることとか成長することですね、こういうことを大切にしているので、こういうどちらか ビジョンとかね、目指す将来像、もちろん日本でも作るんですよ、日本企業を作るんですけども、こんな形になると思います。そうした時にね、じゃあ上位概念の機能って何があるかっていうと、一般的にはこれ経営理念でも同じこと言われてますけども、まあ、3つあると言われてまして、これ他の YouTube で詳しくお話ししましたけども、自社の存在意義や経営方針を明確にする、うちの会社、こういうことやってる会社なんで、こういうことを大事にしてる会社なんだよっていうことをね、外向けのステークホルダーに伝えて、そして適用させていく、こういう機能があります。そして2番目が経営の実践機能ですね。これ何かというと、経営理念が経営目標、さらに戦略、そして組織、そして制度、というようにですね、展開されて、そして反映されると、いろんなね、ことの一貫性を持たせるのに元の元になると、こういう実践機能があると言われています。
そして企業内統合機能っていうこともありまして、これは組織文化を作ったりとか社風を改善したりとか一体感を作ったりとか社員のモチベーションを上げたりこういうことに使われる。いわゆる3つで、ね、外部適応機能、それから経営実践機能、そして企業の統合機能がありますので、決してですね、こう社長室だとかホームページの飾りじゃないんですね。しっかりとしたマネジメントとして十分な、ね、機能があるんですね。じゃあ組織の、ね、上位概念の位置づけなんですけども、経営管理の体系の元になっているんですね。これが先ほど、ね、口頭で言いましたけども、まあ、経営管理の全体像は理念とかビジョンとかね、こういうものがありまして、そして部門のものがありまして、そして職場に落とし込まれて、そして仕事が PDCA を回されると。もちろんですね、外部環境のいろんな影響を受けますので、この経営管理の体系っていうのは、まあ、理念とはそんな変わらないんですね。でも戦略だとかビジョン、まあ、こういうものはね、それぞれ少しずつ変えていかなきゃいけない、こんなこともあります。ということで今日はですね、ちょっとまとめをしたいと思うんですけども、組織の上位ジャインはね、決して飾りじゃないんですね。繰り返しになりますが、経営管理のね、全ての元です。ですからこれない、経営管理の中の経営理念がないとか企業理念がないとかビジョンがないとかっていうのは、私はね、経営管理自体が、まあ、普通はうまくいかないですね。よっぽど小企業での場合は例外としてあるかもしれませんけど、通常はうまくいかない。そして2番目ですけども、自社の組織の、ね、上位概念も一度整理してみることが重要だと思うんですね。なぜならば、もうこの言葉別にこれで、ね、学者によっても別に整理されて統一的な見解があるわけじゃない、人によってはですね違った見解がありますけども、いずれにしてもね、こんだけあるとちょっと混乱しますね。だから、自分はどれがね自分の会社合うんだろうということを一回整理してみる、こんなことも重要じゃないかと思います。そして理念の浸透とか共有化には、まずねステークホルダーにとって分かりやすく理念を設定すること、あるいは上位概念を整理すること、そしてそれを体系化することによって、ね、関係者に分かりやすく、伝わるということになりますので、今日はね、よく分からない組織の上位概念を整理しようということで、まあ、基本的なお話をしました。まあ、こうした、ね、経営学に関する、基本的なお話、それから企業事例、それからニュースに対するコメント、等々いろいろお話ししていきます。ぜひ一緒に学びましょう。よかったらチャンネル登録をお願いします。今日もご清聴ありがとうございました。